です。佐藤です。平野です。クリスマスプレゼントが届きました。クリスマスプレゼント、視聴者さんがたくさんのプレゼントを送ってくださいました。ありがとうございます。見切れてんだに言ってる。ありがとうございます。頭つかないとダメだ、せーの、ありがとうございます。こんなにプレゼント一気に届くのないよね。俺ら海行ってさ、そろそろなんか届いてるものあったら持ってきますよって言ったらさ、マネージャーさん、クリスマスプレゼントじゃないやつが入ってるかもしれない。あ、それな。ちょっとこの包みのやつ見ただけでわかる。一番ヤバそうな袋だよ、これ。一番ヤバそうな袋。海外から輸送してきましたっていう袋。大丈夫か、大丈夫か。ちょっと待って。ちょっと待って、どっちからにしよう。いや、これ二つとも多分俺だと思う。やばい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 。やだー。あー、ふくふくにゃんこね。販売停止したの。販売停止して。ちゃまる。どうしても欲しいから、もう全国問い合わせたの一回。メルカリにもない。100億円戦ったりしたけど、それでもゲットできなかった。パスポートの公式アカウント、ツイッターの公式アカウントに、あ、再販してくださいとか言ったら、マジで再販した。じゃあないと思うけど、じゃあないと思うけどね。インスタで、パスポート公式が俺にいいにしてくれてるの。ちょ、持ってんの？あ、俺はもう持ってるんだけど。じゃあもらいます。いや、ダメ、やめて。普通に買えるぬいぐるみだったら、俺はこんなに執着心がわからなかったと思うんだよ。たらもうゲットできないぬいぐるみだからっていうので、もう大好きになっちゃった。あら、インテリア雑貨くれたの？これ何これ？すげえ。小物ラックだ。チャチャマロ宛てですね。ああ。ちゃんとチャチャマロ宛てに送ってくれてる。ありがとう。次すごいのあるよ、なんか。あ、見てこれ。いや、なんか本当に包装もすごいし。クリスマスの朝起きたらこれあったみたいな。ね、あるよね。めちゃくちゃ嬉しいぜ、これ置いてあったら。ヒロさん、はい、チョコレートでーす。はい、チョコレートもどうぞ。え、本当にチョコレートじゃん。来た。ロイズのフルーツバーチョコレート。チャチャさん、マロンくんって書いてある。チャチャマロ宛てに手紙が貼っつけてあるよ。マジで予想してみて。いや、トイレのシールとか。あ、そんな頑丈にやってくれるんだ。はい、こちら。わー、来るぞ来るぞ来るぞ。あー、ほんとだ。一応青で、赤と青で分けてあると、僕から楽しむんやぞ、お前。お父さん、匂いじゃない、まあ、匂いはないぞ。わー、わー、男の子。うわー、何ボルギーに入ったよ。こっちはね、フェラーリ。ラジコン式でこれさ、コントローラーついてるからさ、対戦できるんだね。全然子供じゃねえぞって突っ込みたいけど、普通に嬉しいかも。今までもらって記憶に残ってるクリスマスプレゼントは、あ、デュエルマスターズカード箱買い。テレビゲームもらった記憶があるんだよ。だけど気づいたらそれなくなってた。え、目が悪くなるからとかだと思うんだけど。こうって書いてあります。うわー、なんか嬉しいな。だからね、双子はね、うん、こうやって名前書いて別で送ってくれるとね、喜ぶんですよ。みんなクリスマスイブみたいな。本当にそれだ。せーの、超嬉しいやん、これ。え、今日パーカー何着てこうかな、パーカー欲しいなって言っとったよね、俺。これということで、ご視聴ありがとうございました。クリスマスプレゼント、いろいろね、送っていただいてありがとうございます。これやばくない？いや、こっちはね、ランボルギーぶっ飛んだら、まだランボルギーもやばいけど、これで動画作ろう。前回の動画と詰め動画はこちらから、チャンネル登録は上のアイコンからよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。